はいよろしくお願いします、はい。今日ちょっと週ラジオではなくてちょっと普通に緊急で撮ってるのでちょっと週ラジオじゃないんですけどあちょっと録音してます。はいよろしくお願いします。えっ、ー、と2日前にからライブ配信してる「有吉の壁」の伝説の武道館武道館を、えー、見た人いますか、はい 私、先ほど見まして全部見ましたいや面白かったですなんか全部神曲というかもう神曲がい全部じゃないけど神曲がいっぱいでしたはいちょっと今回は、まあ、ある程度知ってるやつ何曲かちょっとピックアップして紹介したいなと思いますはい5分ぐらいで10秒になっちゃうかなうんはいまああの見てない人はぜひあの まだ間に合うと思うんでじゃあ見てください、はい、最初があのシソンヌの,あの「そばの歌」かな「そばの歌」これあんま好みじゃなかったまあでも好みではなかったけどまあでもすごいいい歌です <laughs> あんま好みじゃない私が私は個人的にまあでもあ、あのー、好きな人は好きだと思うただなんかネタとしてはすごい面白かった ネタとしてはすごい面白かったであと次なプラモデルプラモデルはちょっとパフュームを引用してるような、えー、と空気階段塊そして狐か狐の2人でやってるやつこれはなんかこれはあんまこれもちょっとあんま好みじゃないな正直言うとごめんなさい本当に好きな人は好きでいいんですけどまあちょっと好物みたいな形 良かった悪かったというよりなんか自分のなんかテイストになんかこんなのが好きこんなのが好きに合ってたか合ってないかで言うとちょっとさっきのおかずやったっけあのそばかそばと、えー、プラモデルはちょっと合ってなかった気がするなと思いましたまあすごい良かったです良かったらどかった全然良かった、はい、であとブレイクアーティストあこれはめちゃくちゃ良かったな、うん、あのパラパラのとこで、えー、パンサー考えてるパラパラ しかも、着火所、おにぎりゾンビとアイナップが混じってるっていう、それもまた面白いポイントで。で、次がストレッチーズ。ストレッチーズも、なんかまた、武道館でストレッチーズを、ストレッチをするという、もうなんか、ツッコミのこのまさざいなんですよ、有吉の壁のこういう部分って。また、有吉の壁独特のツッコミポイントも、ちゃんと抑えてるっていうね。 これがまた素晴らしかったななんか本当に有吉の壁ってお笑いが強いなっていうのがやっぱよくわかる。で次がえ何、ー、だっけあえー、っとね生配信ではなかったけどあの何だ、あのー、っけオミガンみたいな,なの JK ボンバーズがジョイイボンバーズもありましたあの生放送ではカットになってますまあなんで見てないんでちょっとそこはあんまあの前、ー、過去動画で見たの を参考にしていうのはめまあすごいよかったなんかこれぞザ・有吉の壁のブレイクネタ選手権っていうのを感じたにまたインポッシブルのあのなんかもうわけわからん感じがまたマッチしててそれがすごい面白がってよかったで次がなんだっけミスター・パーカージュニアか パーカージュニアはもう申し分ない。もうのもう分かる通り。パーカージュニアはもう、すごい良かった。多分もう、言わなくても分かると思う。もう、大体の人は分かると思う。もう分かんない人はもう見てください。めちゃくちゃ良かったっす。で、次が、狐の好偶神。あ、好偶神も良かったな。 女子人気あるかもしれん女子からだけしか人気ないみたいな感じやけどこっちは個人的に好きやったけどなうんなんか私基本女子にはまりそうなもの結構好きなタイプなんで男子 <laughs> なんですけど興奮しも結構気に入ってるしなんかうんなんかで野田さんの野田クリスタルのまた新キャラといいますかもうめちゃくちゃハマっててハマり役だったと思うし なんか最,後のね、最後の曲「幸喰心」の最後の曲がの最後のシーンでなんか全員で歌ってたところんかちょっと感動したなんかちょっと感動したであそうだその間にアイニスタ「アイニスタ」「アイニスタ」忘れてた「アイニスタ」忘れてちょっと3個目ぐらいの時に「アイニスタ」があるんですけど「アイニスタ」も良かったなんかファンシロ郎がブレイクアーティストブレイクネタで意外とハ外れがないっていう 意外とな外の,あのチョコプラキツネ三四郎安村はい基本的に外れの打率がないというか基本的にあんま少ない外れが少ない意外と意外と活躍してるっていうそう意外と活躍してるでまた金使ってオーケストラとスライングっていう で次があ安村4番ースメドレメドレーかなリミックス。安村リミックス。まあ安村はもう立派なキャラ芸人ですからもう。とにかく悪いですね。あの最後の「会いたい会いたいムエたい」はもう後世に受け継がってもおかしくないぐらいの神曲ですね。うん、あれ絶対神曲で。で M ステとか出てほしいなもう本当に。もう本当に。そしたら大爆笑するよ。 多分泣いてる子供全員笑うと思うよ本当に。なんかアンパンマン見る感覚で見てほしいなんか <laughs> その b n 以外のブレイクアーティスト全員なんかアンパンマン見る感覚で見てほしい本当にで次が d a、えー、ダンパンプみたいな感じなののもう中のオマージュなんかもう中日本のケツ日社のケツ日本の社長のケツ U 字、えー、工事福田 あと、えー、ジョイマンたたきのユニットこれはもう見た人しかわ伝わらないと思うけどあのいい感じに咀嚼してる感じが良かったねうん、なんかめちゃくちゃそのいい感じにダパンプを咀嚼してる感じが良かった個人的にそう思ったで次が尾形さんのスリラー の、あのお、ー、ちむさバージョンこれ尾形さんよう頑張ったなと思ったのがあのなんか本当にマイケル・ジャクソンがやりそうなや,やりそうなっていうかやってるようなことをちょっと尾形さんなりにアレンジしてんだけどめちゃくちゃそれがすごいなと思ったもう、ただそれだけもうこれはもう言えるコメントはそれだけで次が何だっ,っけあれかあのー チョコあ四千頭身と星野ディスコの,なんかいあのやつかあれなんかあのかいたいがまたこれが名曲猫飼いたい反対されてもってやつがあるんですけど多分 YouTube で、ね、調べて,てくださいめちゃくちゃ神曲です飼いたいえローマ字表記で飼いたいって言ったら多分あるとで最後かなが 最後やったったけまだなんか残ってる気がするんだけど気のせいかあな最後だ最後が鼻炎鼻炎もまたいいのよね鼻炎はもう多分有吉の亀のブレイクアーティストゼス介のもう顔になってるアーティストになっててバズリズムも出てたしほんとにね金かけて やっただけのことあるぞ思う本当にそれぐらい良かったなんかもう最後の美瑛の,の花吹雪の時もうほんと泣きそうになったもうちょっと感動のあまりそれぐらいでしたはいというわけで以上えっ、ー、と「有吉の壁ファーストライブ」をちょっと私なりに分析をしてみたという動画ですはいほんとそう感じているのは「M ステいけるぞ」うん「M ステ紅白」 コアが無理か。コアが無理だとしても、エムステ、ザ・ミュージックデーとかのそうベストアーティストみたいな、と FNS、マジで狙える。本当に狙える。カウントダウンティンポン、む、難しくないと思う。多分次、セカンドがあるんですけど、セカンドの評価次第だよね。まあ、セカンドもまた楽しい人たちがまた、いっぱい、もう、なんかお宝塚限りだみたいな、お宝塚限りだみたいな、そんな感じのやつもあるし。 タイヤパンクも、タイヤパンクもめっちゃ面白いし、タイヤパンクとかお宝塚とか、そういうのがめちゃ、あの、あんなか、あの、マザーリスペクトとかの <laughs>、いろいろいるんで、またぜひね、これも楽しみにしてお、してくださいね。はい。というわけで、ちょっと長くなりましたが、以上にします、えー。ご清聴ありがとうございました。もしかしたらもう一本撮るかもよ。あの、次、もう、近日。